もう何見てんのよ、猿吉。私縛られんのは苦手なんだから、もうこんな縄早く切ってよ。まあまあ、せっかく高見さんのお屋敷に連れてこられたんですから、このまましばらく様子を見ましょう。うん、見よう。すまない、巻き込んでしまって。お前たちに危害は及ばないよ、親父には。高見、勝手な真似をしおって。親父。まあいい、日没に行われる水神の儀式には間に合いそうだしな。早く儀式の準備をするのだ。高見様、こちらへ。待ってくれ親父、俺は水神になんかならないぞ。政治と戦うのは嫌だ。話せ話せ。まったく仕方のないやつだ。それからこの者たちを祭壇へ連れて行け。水神の儀式の生贄にするのだ。はっ。ちょっと、どういうこと？様子を見るどころじゃなくなりましたわね。まあ、なんとかなるだろう。いやよ、生贄なんて、いや。まったく、どこへ行っていたのか。今日は我が家から水神が誕生するめでたい日だというのに。母上、僕はやっぱり高見とは戦いません。まだそんなことを言っておるのか。しょうがないやつめ。お前が水神になる日を夢見て生きてきたこの私を失望させないでおくれ。でも日没には儀式が始まる。早く支度をするように。母上。聖司さん、いい？桃姫さん。はい、どうぞ。ごめんなさい、僕らのことに巻き込んでしまって。みんなも捕まっちゃって。あの三人なら大丈夫。ちょっとやそっとじゃびくともしないわ。それより儀式に出るの？高見さんと戦うの？できないよ、そんなこと。聖司さん。僕は高見といる時が一番楽しかった。母の目を盗んでこっそり裏山で会ったり、時には喧嘩もしたけど、でも高見といられるっていうだけで僕は幸せだったんだ。聖樹さん。今までと同じようにこれからも高見と一緒にいたいだけなのに。水神が必要なのはわかるよ。でも僕、高見。あの聖樹さん、もしかして高見さんのことが好きだよ、ずっと前から。え？おかしいですか？は、あの、ごめんなさい。男同士の愛もありよね。恋愛は自由だから、うん、全然。桃姫さん。はい。僕は、女です。すいません。騙すつもりはなかったんですが。先ほどお話しした通り、水神になれるのは男と決まっています。でもどうしても水神候補を出したいうちの母は、僕を男として育ててきたんです。村の人ももちろん高見も気づいていません。はあ、そうだったんだ。高見には何度も本当のことを言おうとしました。でもずっと男のふりをしてきた女なんてきっと嫌われるに決まっている。そんなことになるくらいだったら男のままでずっと高見のそばにいよう、そう思って。ねえ聖司さん、言おう。本当のこと言おうよ。女の子だったら水神になれなくってもいいんでしょ。でもそれでは母を、村の人を裏切ることになる。何言ってるの。このままじゃ二人は戦うことになっちゃうのよ。水神が何を、儀式が何を、自分を偽ってお互いを傷つけて、そうまでしてあなたは何を守りたいの。桃姫さん。え、黙っていたんじゃ誰も幸せになんかなれないよ。今一番大切なものは高見さんを思う聖樹さんの素直な気持ちでしょ。勇気を出して聖樹さん。きっと高見さんも分かってくれる。聖樹さんの女の子としての大切な思い伝えてみようよ。わかりました。
桃姫さん、部屋の外で待っていていただけませんか。聖司さん、うん、待ってる。もう大変だ。どうしたの君丸。三人が水亀の儀式の生贄にされちゃうって村の人たちが噂してるんだ。どうして。分かんない。とにかく行こう。うん、あ、待って。お待たせしました。すっごく素敵よ。ありがとう。あ、ももこの女の人誰。聖司さん、女でも大切な人のために戦うことは必要よ。え、聖司さんがなんで女の人の格好。さあ行きましょう。はい。あ、ちょっとモモ。いや、聖司さん。あ、ちょっと待って。